こんにちは、ホタルアミキッズです。今回はこの3色のレースヤーンを使ってポシェットを編んでいこうと思います。レースヤーンのミモザイエローとシトラス、この2色とベースイートラメシナモンゴールド、こちらを使って編んでいきます。今回はダイソーで購入しました D 缶とセリアで購入しましたショルダーチェーンも使っていこうと思います。4号のかぎ針を使って編んでいきます。まずはミモザイエローを2本取りで編んでいきます。マチの部分を編んでいきます。結び目をして鎖編みで編んでいきます。マチにしたい長さの分だけ編んでいきます。鎖を25目編んできました。長さは約9センチぐらいです。鎖1で立ち上がって細編みで編んでいきます。表半目だけすくって編んでいこうと思います。1目に1つずつ端まで編んでいきます。最後1目残して端まで編んできました。この一番最初に編んだ鎖の目には細編みを3目編んでいきます。一番端の目に細編み3つの増し目です。最初の1つ目を編んだらマーカーをつけておきます。同じ目に2つ目です。もう一つ細編みを編んでいきます。3つ目の増し目にもマーカーをつけておきます。このマーカーをつけた部分からマーカーをつけた部分までで増し目をしながら半円を編んでいきます。次は隣の目に細編みです。この目からは1目に1つずつ端まで編んでいきます。糸端を巻き込みながら編んでいきます。端まで編んできました。ここから編み始めてぐるっと一番端の目に細編み3つを編んで、次は作り目の反対側をすくって端まで編んできました。こういう感じで編んであります。これを往復編みしていきます。鎖1で立ち上がって編み地を返します。根元に細編みです。直線の部分は1目に1つずつ細編みで編んでいきます。マーカーをつけた手前まで編んでいきます。端まで編んできました。マーカーの部分を編んでいきます。マーカーを外して最初の目に細編みを2つ編んでいきます。最初の目にはマーカーをつけておきます。同じ目にもう1つです。次は隣の目に細編みを2つです。1目に2目ずつ編んでいきます。最後3つ目の目に細編みを2目です。最後の目にはマーカーをつけておきます。2段目はこの半円の部分6目入っています。次の目からは1目に1つずつまっすぐ編んでいきます。ここも最後まで編んで、次の段3段目をまっすぐ細編みで編んでいき、このマーカーをつけた手前まで編んでいきます。3段目の半円部分を編んでいきます。マーカーを外して最初の目に細編みを1つ、マーカーをつけておきます。次の目で増し目をします。
前段2目に対して細編みを3つ編んでいます。繰り返して同じように編んでいきます。細編み1つ、次の目で増し目をします。細編み増し目、細編み増し目、最後も細編み増し目で編んでいきます。マーカーからマーカーをつけた部分は9目になっています。あとは同じように1つずつ端まで編んでいき、往復編みでマーカーをつけた手前まで編んでいきます。半円の部分4段目を編んでいきます。マーカーがついていた目に細編みを1つマーカーをつけておきます。次の目も細編みを1つです。次の目で増し目をしていきます。同じ目にもう1つ細編み細編み増し目で編んでいきます。細編み細編み同じ目に増し目です。最後マーカーをつけておいた目に増し目をして編み終わります。もう一段編んでいこうと思うので端まで編んでいき、往復編みでマーカーがついている目まで戻っていきます。5段目の半円部分です。ここは細編みを3つ編んで2、1、3と3つ編んで4つ目の目に増し目をして編んでいきます。同じ目にもう1つ細編みを3目編んで次の目で増し目をして編んでいきます。マーカーがついているところまで繰り返して編んでいきます。5段目半円の部分、この部分だけで細編みが15目入っています。細編みを15目で編んで次の目から1目に1つずつ編んで端まで編んであります。これで今幅が約4センチぐらいあるのでここで編み終わろうと思います。鎖を1つ編んで少し糸を長めに残してカットしておきます。同じものをもう1つ編んでいきます。サイドのまちの部分を2つ編んできたら次はこの組み合わせで側面を編んでいきます。シナモンゴールドとシトラスを一緒に編んでいきます。まずは作り目です。結び目をして鎖で編んでいきます。4目1模様で編んでいこうと思います。作り目は4の倍数プラス1目で調整していきます。鎖を45目編んできました。ここから細編みの往復編みで編んでいきます。鎖1で立ち上がって表半目を作って細編みを編んでいこうと思います。1目に1つずつ細編みの往復編みをしていきます。細編みで1段編んできました。次の段は鎖1で立ち上がって編み地を返して編んでいきます。この糸端を次の段で巻き込みながら編んでいきます。根元に針を入れて糸端をかぎ針の上に乗せて糸を引き出して細編みです。1目に1つずつ細編みで編んでいきます。編んできたこのまちの部分のここの目数が全部で63目入っています。
この63目分往復編みで編んでいくので63段編んでいきます。では編んでいきます。細編みの往復編みで63段編んできました。これを半分に折って、最初に編んできた側面のまちの部分、これを横にくっつけて、あとは蓋の部分を模様編みで編んでいこうと思います。細編みの63段を編み終わって、次は模様編みで編んでいきます。鎖3つで立ち上がります。立ち上がりの目にマーカーをつけておいて編み地を返します。次は隣の目に長編みです。続けて隣の目に長編みを1つと鎖を1つ、同じ目に長編みを編んでいきます。今この目に長編み鎖長編みで逆三角形を1つ編んであります。次は隣の目に長編みです。立ち上がりの隣の目から長編み、隣の目に逆三角形を編んで、隣の目に長編みを1つ編んであります。これを次1目飛ばして繰り返して編んでいきます。1目飛ばした隣の目に長編み、次の目に長編み1つと鎖を1つ、同じ目に長編みを1つ編んで逆三角形を編んだら、隣の目に長編みです。1目飛ばしてこの模様編みを端まで編んでいきます。端まで編んできました。最後1目残っているので、この残っている1目に長編みを編んで、この段を編み終わります。続けて次の段を編んでいきます。立ち上がりは鎖3つです。ここも立ち上がりの目にマーカーをつけて編み地を返していきます。次は前段で編んだ長編み逆三角形長編み、ここに同じように模様を編んでいくんですが、この編んできた逆三角形の右側の柱をすくって長編みの表引き上げ編みで編んでいきます。次はこの逆三角形の穴の中に長編みを1つと鎖を1つ、同じ目に長編みを1つ編んで逆三角形を編みます。次は前段で編んだこの逆三角形の左の柱、ここを横から針を入れて糸を引き出して長編みの表引き上げ編みで編んでいきます。前段で編んだ逆三角形に長編みの表引き上げ編み、逆三角形長編みの表引き上げ編みが入っています。これを繰り返して編んでいきます。前段で編んだ模様編みの逆三角形の右側の柱をすくって長編みの表引き上げ編み、逆三角形の穴の中に長編み鎖、長編みを編んで逆三角形を編んでいきます。次は左側の逆三角形の柱をすくって長編みの表引き上げ編みです。端まで編んでいきます。ここも端まで編めたら、最後は立ち上がりの目に長編みを編んで編み終わります。次の段も同じように編んでいきます。鎖3つで立ち上がって
マーカーをつけておきます。編み地を返します。前段で編んだこの模様編みの中に同じように編んでいきます。ここが逆三角形になってくるので、ここの右側の柱をすくって長編みの表引き上げ編み、逆三角形の中に長編み鎖、長編みで逆三角形を編んで前段の逆三角形の左側の目をすくって長編みの表引き上げ編みです。往復編みで編んでいく時も長編みの表引き上げ編みで編んでいきます。これを繰り返してバッグの蓋の部分、好きな長さになるまで編んでいきます。模様編みの部分を10段編んできました。長さは約10センチあります。ここで編み終わろうと思うので、最後長編みを編んだら鎖を1つ編んでキュッと引き締めて長めに残してカットします。次は編んできたこの側面のまちの部分に D カンをつけていこうと思います。つける位置は上から 1,2,3,4,5,6 目分のところつけていこうと思います。お好きな位置でつけてみてください。往復編みで編んでいるんですが、最後の段を編んできた部分、ここを表になるようにつけていこうと思います。とじ針を使ってつけていきます。そこで編んできた同じ糸を使って2本取りでつけていきます。この辺りでつけていきます。後ろ側の目をすくって最後まで引き抜かずに、ここでもう一度同じ目をすくって糸を通していきます。この状態でぐるぐると巻きつけていこうと思います。出してきた糸の1目分下あたりに針を入れて感じでつけていこうと思います。端までぐるぐる巻きつけていきます。こんな感じで端までぐるぐるとつけてきました。最後は後ろ側で一目すくったところで輪にして、この中に一度糸をくぐらせて引っ張っていきます。ぎゅっと引き締めたら巻きつけてきたところの糸をすくって反対側まで針を入れて糸を通したら、最初の糸端と今の糸端をちょっとコマ結びしていこうと思います。こんな感じです。あとはこの余分な糸端は編み地の中に隠してカットしておきます。同じものを2つ用意して編み始めの糸端も中に隠してあります。次はこれを本体に合わせていきます。編んできた模様編みの最後の段が表側を向くようにつけていきます。ここが最後の段、表側の段になります。このまま広げて、こことここをこんな感じでつけていきます。一目に一つずつ編んでいくので、最初の目とここも最初の目、目がずれないようにマーカーや待ち針を使って留めておきます。何箇所かこんな感じで留めていこうと思います。こんな感じで目を合わせたら
この側面を見て細編みでとじていこうと思います。マーカーを外して一番最初の目に針を入れます。このバッグ本体を編んできた糸の組み合わせで細編みを編んでいこうと思います。糸を引き出して鎖1で立ち上がって根元に細編みです。あとは一目に一つずつ目をすくって細編みで編んでいきます。このバッグの方は2段目のサイドの部分2本ぐらい糸をすくっているんですが、針が入りやすいところで細編みを編んでいこうと思います。一目に一つずつと次の段、目がずれないようにぐるっと編んでいきます。ぐるっと一周編んできました。最後編めたら鎖を一つ編んでキュッと引き締めて糸を長めに引き出してカットしておきます。こんな感じで細編みで編み付けていきます。反対側も同じように細編みで編み付けていきます。編むときは側面を見て細編みでぐるっと編んでいきます。最後は糸始末をしていきます。とじ針を使ってこの一番端っこの目に針を入れて最後の部分を整えていきます。同じ目に針を入れてくるっと巻きつけたら、あとはこの編み地の内側ですね、ここで糸端を隠していきます。一目戻ったところに針を入れて、よいしょ、こんな感じで糸を隠したら余分な糸はカットします。こんな感じで仕上がります。他の箇所も同じように糸始末していきます。完成です。とっても可愛いおしゃれなショルダーミニバッグになりました。お好みでホックやボタンをつけていただければいいかなと思います。今回はこの蓋の部分をちょっと長めに編んであるので、このままでもいけるんじゃないかなと思います。 Tカンをつけた部分があるので、ここにショルダーチェーンをつけてあげるとこんな感じになります。中にスマホが入ってます。今回も最後までご覧くださりありがとうございます。